ましょう。ありがとうございます。トロピオスカです。ハレルヤメディアの一徹です。ハレルヤの杉です。ハレルヤの大将です。おっ、最高の収録だからみんなテンションが高いぜお、帰ってね。これ割ったら帰るわ。EDH 小田カードの紹介でございます、はい、こちらオタクなカードを紹介するテンションが時々おかしくなる動画になってます。まあ特にみんな疲れてる時はね。どうしたテンションおかしくないのか。この後、この後ガッツリ4時間まだ仕事があるから頑張ってるイッチ頑張って、はい、あるけどね。はい、はい、ということで、はい、オタクなカードを紹介してもらうわけなんですが、はい、じゃあ今回また僕からいきましょう、うん、今回紹介するのはこちら、バイボの大怪物です。バイボ、うん、バイボ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 、名前がよね、バイボ。はい、大怪物で7788トランプ、そして死んだ時に墓地のクリーチャーカード2体ランダムで回収する。ハンドイン、ランダムか、ハンドイン、ハンドイン回収する、はい、というカードです。7788トランプ、うん、でかい、はい、こいつ自身は回収できるんですか。こいつ自身は確かできなかった気がするな。うん、これで、ね、死んだ時に追放してもらえばいい。あー、なるほどなるほど。追放した時に2枚回収するです、うん、はい、うん、このカードやっぱ何がいいかっていうと、ハッピー出しまくって相手のクリーチャー全部破壊するような気でめっちゃいいですよね。うん、だからあずさ、なるほど、懐かしいね。あずさでよく使ってて、まあ、あずさで土地いっぱい伸ばしてデカブツ並べまくって、おいおいおいってだからちょっと場面並びすぎたな、だから忘却席、あーバーンシャボン、もう一回やり直すか。自分でやる側なんだ。じゃあもう一回俺はデカブツ出すぜみたいなこと結構やったりするんですよ、うん、バイオの大怪物をやると、そんなマスデスしながらダンプしながらみたいなデッキにとっては、一回流した後にバイオの大怪物が死んだことによって俺ら自分で殺したクリーチャーたちを回収できるっていう素晴らしいカードなんですよ。ひどい、あずさはあんまりマナクリとかたくさんは入んないから、うん、そう、そうね、回収できるデカブツの期待値も高そうですけど、7万88トランプ、うん、攻撃力も高い。こいつ倒したくもないけど、残したら残したでこれで殴られて負けるんですよ。こうスイスイ来るから、うん、いやそうなんですよね。やっぱ倒してくない、って、うん、なんか適当なでっかい、よしタスク、ジュ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 だな、ジュジュパンチみたいなのは、うん、うわ倒さなきゃ全体主張って結構打ったりするんですけど、うん、こいつ死んだらクリーチャー回収されるのみたいな、うん、そういったね、精神的圧力もかけられるので、うん、あ、君も殺したね、うん、じゃあ2体回収します、うん、回収したのはじゃあ不屈の追跡者とはガルタみたいな、あーやだなとかね、そういうのが起こったりとかするし、こう、うん、ね、相手に全体主義を打たれないようにするためのカードとしても結構強めですよね、うん、で、なんで俺アズサで入れてかっていうと、うん、アズサって結構手札からそっちを、まあ、バンバンもう警告するんだけど、墓地から置くのがやっぱ強いんだよね。うん、だから結構墓地肥やししながらアズサでその墓地から土地回収しておくみたいな部分も結構したりとかしてて、その時にバイオの大怪物めちゃくちゃ輝く、うん、いつ出してもよくなる、確かに確かに、うん、墓地肥やしてるの結構切削ハマってる、まあ、切削ティロスの三つ探しとかめちゃくちゃ好きだし、うん、それ使いつつ、まあ、アズサ使ったりとか、うん、まだラブナブの採掘者とか世界の列馬とか、あとやっぱロームのドレッジじゃないですか、うん、そうそうそう、うん、そういうのを使ったりとかするし、うん、めちゃくちゃ楽しいんで、その時にこのバイボの大怪物入れると気持ちよくなるじゃん、うん、いいね、確かに、いいね、ということで、はい、別に入れなくてもいいぐらいの強さなんだよね、なんか、まあ、選択肢って感じはしますよね、別に入れなくてもいい感じなんだけど、これ出すと、え、何これみたいな感じでめちゃくちゃ言われるんで、まあ、これこそちょっとオタクカードなのかなみたいな、うん、確かに、俺はあんま知らなかった、うん、え、これインストラドにこんなカードあったのみたいな、そう、うん、インストラドブロックのリミテッドやってる時しか見ない、インストラド のリミテッドではめちゃくちゃ強いです、めちゃくちゃ強いです、めちゃくちゃ強いです、ほんと強い、終わってるぐらい強いということで、バイオの大怪物、皆さんがね、ぜひ墓地肥やしながらファッティ出すデッキだった場合ね、ぜひ入れてみてください、うん、それでじゃあ一徹さん、はい、団結のドミニアニアの時に撮った逃走者戦の動画で、こちら流浪の発電機を紹介しました、うん、今日ちょっとこれの話をしていこうと思う、じゃあオタクカードはこちらというか、オタクカードは流浪の発電機です。当時はエルドラージの滅殺が倍になるぞとか、うん、精神霊族機一気に二人コントロール取れるぞってやってたんですけど、あ、はい、まあ、当時は正直そんなに発生源が伝説のアーティファクト、うん、で強いものが、まあ、こんなもんか、そのエルドラージを倍にした方がいいねっていう感じだったんですね、うんうんうん、こいつその発生源が伝説の起動型能力か誘発型能力をコピーできるという能力を持ってる3マナ1号速攻なんですけど、ところが、まあ、あの対戦取った後立て続けに非常に強い伝説のアーティファクトがいっぱい出てまして、段階層のビアイの時取ったから次兄弟戦争、そうです、うん、まさにその兄弟戦争、マイトストーンとウィークストーン、ああ、これこちら伝説のアーティファクトでございます。4ドローよ、4ドローなんです、しかも5ターン目にこれ出して、もうこれ起動1マナかかるんですけど、そしたらコピーできないかのように見えるじゃないですか、うん、こいつから2マナ出るんでちゃんとコピーできる、ほう、すごい、出した瞬間に出した瞬間に5マナで2マナ加速しながら4枚ドローする、おお、すごい、おお、ね、これなかなか気持ちいい、うん、はい、で、まあ、ちょっと時が経って、はい、エルドレインの王権、はい、ヒルダの冠、はい、アイシー、うん、アイシー、そう、まあ、IC マニピュレーター的な、うん、1マナタップで対戦相手のクリーチャーをタップできるよっていう能力を持ってるんですけど、うん、まあ、それをコピーするのもまあ悪くはないんですけど、うん、感じなの下の能力です。3マナとこれサクリファイスで、対戦相手のタップ状態のクリーチャーの数だけドローする。うん、まあ、統率した戦だと、まあ、プレイヤーいっぱいいるんで、これ1回起動で4、5枚引けることも、まあ、別に珍しくないんですけど、うんうん、
それをコピーしたら10枚とか。え、コジレックじゃん。そうなんですよ。いい視点ですね。いい視点ですすごくないですか、うん、すごいんですよこれ。こいつってアーティファクトなんで、うん、多用途の鍵とかがあると、うん、もう一回起こしてもう一回コピーしますみたいなのができて3回すごい。もうコジレックどころではない。僕これで最大30枚引いたことあります。30枚なんかそのタップ状態のクリーチャーが8体ぐらいいて、こいつを全長の時計で起こしまくって3回ぐらいコピーしたものの結果、まあ、30枚ぐらいガバッと引きました。さすがに勝ちましたね。すごいね。で、まあ、何よりもイクサランで、はい、こちら内なる太陽チミル、おこちら伝説のアーティファクトでございます。確かにこの終了ステップ開始時に発見後を行うんですけど、うん、これももちろんコピーできる。発見後なんとこのカードが登場したことによりルローの発電機統率者デッキ自分の終了ステップ中に勝利できるようになりました。ここからいいのがめくれたんです。そう名前で基本的に茶壇なんでアーティファクトしか入ってないんですけど、全長の時計があると出てきたアーティファクト、うんと、まあ、何か別の元あったアーティファクトをタップして、こいつをアンタップすることができる。で、そこでまた1ミリをコピーすることができると。で、それを繰り返してると、いつかマナがなくなるじゃないですか。あるいは立ってるアーティファクトが。うん、っていう時に、例えば、研磨騎士みたいな、うん、アーティファクトが戦場に出たら自動的にアンタップするもの、うん、であると、こいつ延々と起こし続けることができるし。全長時計のね、タップのコストが払えるようになる。そうです、そうです。できるし、クラーク族の鉄工場みたいな。サクってマナが出せるようになるもの。であると、こいつの起動コストも賄えるようになって、うん、結果ライブラリーから相当な枚数の5マナ以下の呪文を唱えることができる、うんうん、そうするとその途中で例えば見捨てられた日とゲムガンのモノリスのコンボが揃ったり、うん、通電式構成物と金属採掘士と千年霊薬が揃って、うん、無限マナが出たり、うん、ただ無限マナが出てもどうやって勝つかをっていうと、終了ステップ中なんでもう呪文唱えられないんですよね、アーティファクトは。これ歩行バリスタがいつか出てくるんですけど、00じゃないですか、うん、発見で唱えると00なんですよ、はい、見捨てられた日があると22で出てくるから、その後自身の能力でカウンター乗せて発射ができる。はいはい、なるほど。じゃあですよ、見捨てられた日がめくれる前にバリスタがめくれちゃったらどうするんだと手札に置いとくこともできるんですけど、そのターン中勝たないじゃないですか、うん、じゃあどうするか、ジェラードのサード系ペンダントを使って一旦バリスタ戦場出しておいて、で墓地行くじゃないですか。ジェラードのサード系ペンダントを置いた状態で見捨てられた日がめくれるのを待って、うん、見捨てられた日が置いてある状態でジェラードのサード系ペンダントを起動すると墓地から22としてバリスタが戻ってくる。まあ、砂時計ペンダントがこのターンに死亡したクリーチャーを出すと。そう、あるいはウギもういい一生コジレック解説40分と同じ流れだけど大丈夫か。ウギの傷、うん、あれさっくりと追加ターン得られるんですけど、バリスタを発見でめくれた時に手札に抱えておいてウギの絆をがめくれるのを待って、ウギの絆を探って追加ターンを得て次のターン無限マナでバリスタ出し勝つ、うん、みたいな超キモい、ボイキモい、もうまさにアーティファクトデッキらしい逃走者なんですよね。じゃあもうコジックじゃなくていい。そうなので僕はこの1ヶ月くらいルローの発電機野郎に全国のコジック野郎、うん、ちょっと裏切るのかよ。いやそんなことはないです。まあこれを回してると、まあ、いろんなやっぱり発見があって、コジック的にもまたちょっとこのカードを試してみようかなみたいなのがあったりするんで、まあ、たまにはねその茶壇の中でもいろんなの触ってみると、今まで考えもしなかったカードが、あ実はコジックでも強いかもみたいな発見があって楽しいですね。なるほど、うん、遠回りしてるようで近道だったみたいな。そう一番いいの伊手さんこの顔紹介するのその笑顔が一番いいね。そういや楽しいからね、伊手の笑顔を見たくてこの企画やってます。そうよかったね、ブロのもう親がかな、子供が自分の子供が成長したみたいな優しい目で伊手さんを見守る、うん、うん。まあ世の中にはねそのチャタンデッキエルドラージって茶色じゃなくね、うん、っていう、まあ、結構こだわりの強い方もいるんですけど、そういう人はねぜひこっちですよ。まさに純正アーティファクトデッキ、こうかなり楽しいんでぜひ遊んでみてください。ルローの発電機デッキの紹介でした。あれ？オタクデッキ紹介？デッキ紹介。カードじゃなくて。このルローに一徹の後にやるのやりにくすぎた。いやいや、一徹の後でやるのだいたい多いんだよこういうのが。クソやりにくすぎたのこれ。これどうすんだよ。はい。じゃあ続いて、うん、じゃあ斉藤はじめみたいな。斉藤はじめみたいな。髪型している。ガトツゼロ。そうできた。ガトツすぎ。じゃあこちらですね。今回紹介するガトツはこちらになります。じゃあツアーのボウ君です。これまあこれやけくそカードなんですけども、こちらランダムにパーマネントをたくさん破壊することができる、とてもすごいカードになってまして、中に聞いたことあるな。まあどういう方法で割るかっていうと、まずこいつが戦場にいた時に対戦相手1人を指定します。で指定されたプレイヤーはそのプレイヤーのコントロールするパーマネントの中から1枚をランダムに選んで破壊します。でこれにより土地でないパーマネントが生贄させられた場合、この手順を繰り返します。え？こんな感じですね。俺のデッキが、まあ要は最低保証で土地1枚が爆発させられて、
あの最高保証で土地1枚と全てのカードが破壊できる最高保証、最高保証はね前こういうカード紹介してなかったそれ多分あの4回ぐらい前の多分2、3回ぐらい前の破滅の儀式じゃないですか多分1、2、3で削るやつ、1、2、3で削るやつ、うん、これ何がやばいってデッキに赤の重たいクリーチャーこれ7マナ7マナなんですけど赤の重たいクリーチャーの時にたまに入れてるんですけどどっちかっていうと出されてる場面が多くて、うん、これ出されると本当に嫌で何が起こるかっていうと対決取られるんですよこの後自分の場面が壊滅しないことをお祈りしながらそう選ばれていくだけなんですよ一人だけ不幸にするカードこれかなり一人だけ不幸だよ対象としたいだもんねいいねコピーしよう能力これちなみにポイントがいくつかあって、まあ、ちなみにこれ僕一番最初に人生出されたのモダンのエレメンタルデッキに出されたの一番最初なんですエレメンタルエレメンタルであのこれ出されてあのブリンクされてあの土地以外のカードをまみながら最後土地割られて負けるっていうのが俺の一番最初の出会いなんですけどひどい逃走者デッキだとやっぱこの一気その赤のクリーチャーっていうのもあってその赤は一時的なコピーとか結構できる一時的なコピーとかとも相性いい赤白とかの絡みになってくるとブリンクとかとも相性がいいしかもその狙ったものを割れるまでこのカードって結構必要になってくるんですよ、不安のあどういうことかっていうと、あの鏡割りの危機時期とか、危機時期の胸像とかが何をしてくるかっていうと、あの不安の暴君が出てくるじゃないですか。で、一徹さん対象になるじゃないですか。一徹さんのこのバイトストーン、ウィークストーンが生贄捧げたいっていうじゃないですか。でも、それが割れないと、割れなくて土地が割るじゃないですか。そうすると、気に入らなくて、こいつをどうしても割りたくて、もう一回出してって言って、どんどん出てくると、これが割れるまでの間に、全然違うカードがいっぱい割れて、あの本当に対処したかったから対処があってなんとかなったなってなるんだけど、うん、やられてる側はなんとかなったじゃないよ逆の場合になってそうさらちになってる、うん、これすごいですよね相手が選べるんだったらまだバイトウィーク削るまで何度も起動し続けるけどって言ってしょうがねえなじゃあ削るよってできるかもしれないけど完全ランダム完全ランダム俺のスコードロエーつって制御不能一番最初にバイトストーンが割れるまで祈るんだなって、うん、割ってくるってこと、ねまあ、ちなみに、ね、単体スペックは結構優秀だね普通に、うん、7777、まあ、普通に全然使える、うん、逃走者デッキはさっき言った相性がいいのはブリンクするデッキとかコピー作れるデッキだけど、うん、カード的にはエレメンタルのカードタイプを持ってるから、うん、エレメンタルをサポートできるオムナスとかは結構便利かもしれないですね、うん、ブルールカラーのオムナスとか、ね、単純にこのカードを強くしてエレメンタルとしても使える、うん、でもいいかもしれないねこれは結構やけくそカードだから結構出すと面白いっすよいやもうすごいしかも抽選が思ったよりめんどくさいですからあそう抽選クソ思うめんどくさいでもさそのデッキ借りまーす盤面のカード借りますってガシャガシャってやってさ、はいこれっつってこうあのガシャンっつっておすすめの不安の僕の解決方法は逃走者が同じスリーブだったら全部のカードをまとめてシャッフルして上から順に叩きつけていくのが一番いいですこれだ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 その人にやってもらうのが一番いいそう、その人に多分全部シャッフルしてもらって上から順にカードめくってってあ土地が出たらそのまま止まります、うん、それ以外のやつは全部削それもそれを含めて全部削りますっていうのが多分一番やこましいやり方カードだけが出てればいいんですけど、うん、トークンがあるとめちゃくちゃめんどくさくてそうそうトークンも超めんどくさいトークンはさすがにみんなスリーブ違うものに入ってることが多いから、うん、ちゃんとダイス振って決めなきゃいけなくてすげえめんどくさいまあ一つだけ最後に言っとくと、うん、これあの狙われやすいののポイントなんですけどランド伸ばす系じゃなくてあのファクトであのマナ伸ばす系の時はめっちゃ狙われる、うん、あの土地の期待値がめっちゃ低いから期待値超高い一番割れそうだねそう一番割れそうあとトークンめっちゃ出せやともねあのおまけにいろいろ割れるからついでに狙われるっていうねこちら不安のボークやけくそな感じのカードなんであのぜひ盤面を荒らしたい人はこれを出すとみんなウキウキしますね、うん、大臣はい最後みんな味濃いすぎて俺普通なんだよねじゃあサヒーリの指令ですね指令はめっちゃ普通の C18 のカードで、うん、赤3マナ X で即席を持ってるソーサリーです、うん、で効果は自分のデッキから X 枚を公開します、うん、その中にマナコストが X 以下のアンティファントカードを好きに場に出します、うん、その後のカードが墓地に置けます、うん、いかにシンプルな効果なんで最近はねこういうカードがいい好きです。No, だって言うと赤茶炭がいいだからね。なんか赤版の危険の波みたいな。あ、そう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 。で、これのカードのいいところが枚数が制限されてない。うんうん、その X 以下のマナーコストのアンチファブであれば何枚でも出せる、うんうん、その逆に X が大きくなるほどアドバンテージの差がすごい、うん、これね俺が使ってるのがね古き良き赤ちゃんとアンのジェネラル鉄の巨人ボッシュボッシュ渋いボッシュそうボッシュよくない？ いやボッシュはねこのデッキめちゃくちゃいいんだよやることは一つしかなくて、うん、ボッシュに感染をつけてで人の命を握るだけですまあねあのアーティファクトを投げてそのダメージ与えるから、うん、感染ついてるとアーティファクトの分だけ毒ってかで10マナコストを持ってると好きに人を殺せるんで、うん、それではね人を殺さないようにゲーム進めるのが楽しいんですよ、うんうん、なんか様子がおかしくなったら、うん、お前だピッ
10点飛ばして人を殺すのがめちゃくちゃいい、うん、でこういうチャタンの特に赤チャタンはね、うん、デッキ細いんですよ。めちゃくちゃ細くて、うん、だいたいアドバンテージ化するカードがなくて、マナーいっぱいあるとしても効率よくアドバンテージに変えることができなくて、うん、こういうところはねこれがいいんですよね。1枚で例えば X 自分のいらないアンティファートを全部タップして X 例えば10でめくったら期待値だともう5枚以上が出るんだよ、うん、5枚以上のアンファトが場に出たらもう1号交換でもうヤバすぎる、うん、さらにその中に赤単でアンファトサーチできるカードはやっぱりちょっと少なくて、うん、これはね運に沸かせて上からミキロンゴがね祈ることができる、うん、というのはねいいんです。確実な感じがいいみたいな。いやもちろんもうボッシュ使ってる時点でもう明らかな勝利は別にいらないです、うん、そういうちょっと楽しく遊べる雰囲気が大事かなと思う。ド派手な、いやマジでそれです。ボッシュいいですよね。即席でなんか払えればいいな。そう、即席は逆に自分のトークンとか宝物トークンとかを貯めながらなんだかんだを工夫してなんだハトバを出して宝物トークンが例えば10個ぐらいになったら簡単に X10 何でも歌える打つことができるんですすごくいいんですよ、うん、自分の赤ちゃんデッキとかアンティファクトもシナジーにしてる時に赤入ってるとこれぜひ使ってみてください。ということで今回はこちらのカードを紹介してみました。カード多いな。お前らいつもカード送れんから言ってさ、オタクデッキ紹介で。じゃあ俺もダリアン持ってくるけど。持ってきたらいいじゃないですか。もうダリアン、じゃあ俺も最高飛行長持ってくるけど。持ってきたらいいじゃないですか。もう持ってきたじゃんということでよかったら、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。トゲットのピョスカでした。ハレルヤメディアの一徹でした。ハレルヤの杉でした。ハレルヤの天使でした。また次回バイバイ。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレルヤをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。